E 型エンジンは、かつて日産自動車が製造していた、直列4気筒サイチェシーエンジンである。1981年に、日産の小型 FF 車用のエンジンとして開発され、同社の2代目 A 型エンジンを置き換えた。サイチェシー8バルブ、クロスフロー、同社のエンジンとしては、初の試みとなる、タイミングベルト駆動のカムシャフトなど、1980年代、 前半の横置き専用エンジンとして標準的な構成となっている。実用性に配慮した低回転域からトルクのある出力特性であり、組み合わされるトランスミッションとのバランスで十分な加速性能と燃費経済性を両立している。E13 は電子制御キャブレター使用のみ、E15 は電子制御キャブレター、EGI 使用、ターボ使用、輸出向けに、 E16 キャブレター仕様が展開された。相性はプラズマ。当時の日産エンジンは、トヨタのレイズシリーズに対抗して、この相性が与えられていた。排気量 1270cc。内径工程、76.0mm77.0mm、mm、第1世代 75PS、6 0 0 0 r p m 1 0 7 k g ス m 3600rpm 搭載車種。 第2世代 67PS、6000rpm 1 0 k g ス m 3600rpm 搭載車種排気量 1487cc。本形式では最も標準的な仕様である。内径工程、76.0mm、82.0mm。電子制御キャブレター仕様であるが、仕様変更による低燃費仕様もラインナップされた。 1> 第1世代 85PS、6000rpm12.3kgfm、3600rpm12.5kgfm、3600rpm 搭載車種。第2世代 73ps、5600rpm11.8kgfm、3200rpm 搭載車種排気量 1487cc。内径工程。 76.0mm 82.0mm EGI 仕様。第1世代 95PS、6000rpm 12.5kg フォース M、3600rpm 搭載車種。第2世代 82ps、5600rpm 12.5kg フォース M、2800rpm 搭載車種排気量 1487cc。 内径工程 76.0mm82.0mm、mm。第1世代 115PS5600rpm17kg フォース M3200rpm 搭載車種。第2世代 ECCS100PS5600rpm16kg フォース M3200。 RPMB12 サニー系のみの搭載で、第1世代と比べると変更点が多いエンジンである。吸入量センサーであるエアフローメーターがフラップ式からホットワイヤー式に変更。圧電式ノックセンサーの追加、ディストリビューターが電子深角に変更。インタークーラーは使用されていない。搭載車種排気量 1597cc。内径工程。 76.0mm、88.0mm 76. 88.、mm、搭載車種、ありがとうございます。